警官隊の侵入を阻止する双葉山自公村事件とは1947年1月21日に石川県金沢市で発生した事件である。1946年秋頃より新宗教の自由は石川県金沢市に本拠地を構えた。自由は自公村が主催する宗教団体で太平洋戦争中に結成された創立されて間もない教団である。は 当時連合国軍最高司令官総司令部によって、無許可の掲揚が禁じられている、日正家を堂々と形容したり、天変地異が起きると懸念するなど、奇異な言動が注目を浴びていた。そして相撲の時津風親方や囲碁の騎士として、有名な御制限も信者であったことから、全国的にも話題となっていた。石川県警察部では、人心の不安を煽っていること、 当制物資である米を大量に所持していたことから、食料管理法違反の疑いで、自公村に出頭を求めた。しかし自公村本人は出頭せず、幹部が代わりに出頭した。1947年1月21日午後10時頃になって、夜行列車で逃亡を図っていることが判明したため、警官隊は先手を打って、本拠地を吸収した。本拠地では、自の信者が抵抗し、 公務執行妨害で、自公村や、双葉山ら8人が逮捕された。特に双葉山は、大暴れしたため、20人以上の警官で対応しても、逮捕まで25分かかったという。自公村は、精神科運転にかけられ、古代妄想性地方症と診断されたため、間もなく釈放された。食料管理法違反も、違法性なしと判断されて、不起訴となった。 大取り物の割りに厳罰にならなかったのは、有名人の双葉山や御制限を、邪教から救出する意図があったからとも言われている。とはいえ、戦前の国民的英雄だった双葉山に失望した、国民も多かった。後に連続合観殺人犯となる、大久保清はこの時、双葉山は、バカなんだと言ったとされる。ありがとうございます。